こんにちは、のぶです、えー、今日はね、えー、ダックジャイブというようなこれは私たまに、たまにじゃないか、ちょくちょくダックジャイブっていうのをね、すごい教えるんですよ。もうね、みんなね、あのー、知ってると思うけど、なぜダックジャイブが必要か。これ、内径キープのためにダックジャイブが必要なんですよ。そう。ダックジャイブってかっこいいからって私はただ単にやってだから私の場合はね、重心移動、内径と前傾を取るためにダックジャイブっていうのを進めてるし、昔から練習してるんだよね、これね。 うん、でこの写真なんか見ると、まあ、ダックジャイブっていうさこうわざとしてやるんだったら別に何でも構わないんですよ、うん、あのいい悪いとか別に全然いいんだよね別にねそんなことは全く関係ないただ私はダックジャイブってジャイブね加速するために練習するためにダックジャイブっていう練習しちゃうもんだからどうしてもこういうのを見るとね許せないんだよね <laughs>、うん、そう私はですよ他の人は全然いい別にいいんですよ別にわざとしてやるわけだから、うん、どんなことやろうと。 私は見てるとつい喋りたくなっちゃう。っ <laughs> ていうことなんですよ。だから今回もそれと一緒。あのもう、だから今回ね、もうパッと短いお話しようと思って。まずさ、こうでだ。もうこれが許せないよね。うん。重心まっすぐ立っちゃう。ジャイブで重要なのは内径だもんね。本当はここなんですよ。ね内径キープした。ということね。 そうするとどういうことが起きるかっていうとさこれ単純な話でね今さこのさ肩の位置からこういうふうにここを持ってるんでしょこうやって手マストでねここにもしさ内径で45度取ってたらマストでめちゃくちゃ近いわけよでよくねダックジャイブを教えてダックジャイブやってる人もそうなんだけど くぐった時に、マストでのがとろすげえ遠いっていう人がすげえいるんですよ。すげえ遠くなっちゃって、持てないんですよね、近くにねみたいな。だから、もう一回持つんだけど、もう一回持ち直して、マストの近くに手を置くみたいな。こういう人めちゃくちゃ多いんじゃなで、ね、でみんなそうなんですよ。よく見るんですよ、そのじゃ、ダックジャブって。くぐったない,いんだけど、マストでが遠くって、遠く持っち,ちゃう、もう一回持ち直すみたいな人がいっぱいいるんですよ。で、これで、ね、えー、今このさ、あのー、写真見たらさ、一発でわかるでしょ あ内径45度のこの赤いラインの段にとったらマストでめちゃくちゃ近いよねってそうそうなんですよダックジャイブは内径にすればめちゃくちゃ近いんですよ <laughs> そういうことただ単にでここでさらに内径前径っていうのを前径も加えるとねだから私はこのなうにダックジャイブで内径を取ることでマストが近いっていうのはそれ気づいてたで今度は前径ね 前傾でどういうことかっていうと、自分でさ、こう、何マストで取り行くんさ。セールを近づけるんじゃなくて、くぐった時に自分で取り行くんだよね。マストだよ。そうすると、どういうことが起きるか。これが前傾なんですよ。取り行く。普通のノーマルジャブだと絶対に練習できない。ダックジャブだと練習できるんですよ。マストで取り行く。それが前傾につながるんですよ。で、これ気づいた時に私は綺麗なダックジャブね。 加速すするるうダックジャイブ、ね、を練習ととといいことでこでの前傾と内傾がめちゃくちゃゃく身についたん、ね、だから私はダックジャイブをみんなに推奨してるわけ <laughs> その正しいダックジャイブねただ技としてのダックジャイブじゃなくてねだから私が最初見たロビーナッシュのダックジャイブでねんあ,のロあのロビーナッシュの技としてのダックジャイブよって本当にレールジャイブのダックジャイブってロビーなしはやってたわけよこれが内傾と前傾の融合なんですよ ロビーナッシュはもうくぐってパンと見た時にはも,もうマストでなんてポーンってすぐ近くにあります全然遠くにないそれもね水面に体がつくぐらいのね内径と前径を持ってって取り行くめちゃくちゃかっこいいですよ加速するようなダックジャガなんですよで結局そこれセール返さないからセール返すわけじゃないからね余計なさ、えー、マイナスがないわけ1個セール返すってマイナスがないわけだから逆に言うと決まるとさ普通のジャガより全然速いわけよ とということになるわけねだから一時期私もダックジャブすげえ上手くなって練習したきにこれスラールームでダックジャブ使えるんじゃないかと思って逆に言うとね私大会の時に何回かやっとこたことあるんですよダックジャブねスラールームの大会でだって絶対そっちの方がね、あのー、早いわけだから失速しないわけだから内堅と前傾がちゃんと取れてるダックジャブだよね絶対ねそうただリスクはね失敗する確率が高いんね練習量が少ないからノーマルジャブに。 あとはごまかしが多少効かないからね。あとはカム付きでセールはでかいしね。うん、だから吹いてて吹いてるときに吹いてるときにセールがちっちゃくてカムがねなく昔だったらなかったら OK だっただね。全然できた。うん、だからよく練習してましたよね。スラロームのセールでもカムが4個も昔だと4個も5個も付いてるのとかも結構練習してましたね。うんそう だからね、これはそれがねなぜ起きるかっていうとこの内径と前形ということなんでねで今回この写真見たら分かると思います黄色い人と赤い人の内径でマストは近いか遠いかということねそれはどういうことかっていうと内径と前形が促進されてるからでこのダックジャブ練習することによって内径と前形を自分で作るようになるということねこれが正しいダックジャブのやり方ね うん、もう何回も何回も言ってるからねもうあの聞き飽きてると思う人もたくさんいると思うんですよ「うわまたか」ってでもここでまたね気づいてもって「ああそうかそうか、うん、じゃあもう一回ちょっともう一回練習してみようかな」って思ってくれたら嬉しいかなと思います。以上でした